こんにちは、山です。パワープロアプリやっていきます。今回は、円卓野手やっていきましょう。大谷、相良、ホムちゃん、佐伯、くねちゃん、サイガと。で、お守りなしですが、二股でいきます。で、センスはたまたま引けました。これでやっていきたいと思います。行きましょう。そう、センス厳選しようかどうか迷ってて、とりあえず、自然回復分行ってみるかでセンスが出たので、まずやってみましょうかっていう感じです。で、お守りなしの二股なので、彼女いたら結構もう踏んでいくぐらいのレベルじゃないと間に合わないと思います。マックスがね。あとは井戸端起きたら本当に致命傷になります。ほぼほぼ終わりだろうね。なんで結構テクニカルな立ち回りになるんじゃないかなという感じですね。いねえや。ただ打撃が4人か。メンタルいってもいいですけどね。評価上がんないんだよね。早めにエピックに突っ込みたい。で、今回彼女をくねちゃん、まあ、円卓高校の固有キャラですね。くねちゃんしか連れてきていないので、まあ、本当にしっかりと、早めに追っかけてあげたいなと。エピックに関してはね。うわぁ、守備下がら生きてー。ここ強いな。体力減るけど。多分、イベントは完走すると思うんだよね、このデッキなら。多分、ほぼほぼ。2ポイント、打撃とかに行きたいけど。船行くとまた、ちょっと難しいけど、踏んでいかないと正直話なんないっすね。オッケー。バチバチ踏んでいきます。で、サイガかな？これ違うわ。メンタルサイキだね。素晴らしい。行きますかね。ありがてえな。初期評価が高いってありがたいですね、やっぱ。で、メンタル自体は、まあ全然いらないので、本当にそこは、どうしていこうかなと、どうしていけるかなというのはあります。なんで多分、相良は必須かなって思います。多分、相良は必須だろうな。いるかな誰か。あ、くねちゃんいますね。どうしよう。うん、踏んでこ。マジで間に合わないわ。災害きてえなー。ちょっと体力を消費してる場合じゃないんですよね、マジで。マジで。しばらくはしっかりと、エンタクルスと、あとは彼女評価、ここ優先していきます。守備と走塁行きたい。うわ、いけねえ。どっちもマジ激辛っすね。来ると信じてメンタルに行く？メンタル行こっか。よし、これで生物も OK と。で、バント。押し、ナイス。佐伯、ナイス。ちょっと相良行きたいけどね。くねちゃんでもいいか。くねちゃんにしようか。しっかりと、こう、やっぱり彼女たちの評価をね、高めていきましょう。で、あ、足んね。精神ホムラに行きますわ。結構精神はたくさん踏んでいるので、そろそろあと1、2回くらいでレベルアップしてくれると助かりますね。
あ、筋力いく？再起は行かなくていいだろこれ。筋力エピックにする？前指起きねえな。肩行きたいけどちょっと。あー、ちょっと難しいところですね。肩行きたいな正直。筋力レベル2か、もう頑張って踏まなくてもいいかもね。ちょっと肩いきましょうか。ヘッドスライディング。ヤスコッツやっぱ潰していった方がいいかな。はい。だからすげえもったいない感じするんでね。せっかくコツくれるのに。精神。精神、精神。オッケー。エピックになっちゃうけど。まあ、しゃあないっすね。で、ヘッドスラ、まあいいや。これ多分出ないでしょ。出るかな？どうだろう。ああ、まあそうだよね。生物出ないよね。OK、ラパワー。で、魚釣り処理しよう。うん、これはクネちゃんに行きましょうかね。サガラでもいいけど。やっぱ守備があれだからね。レベ3ですからね。コツ、チャンスメーカー以外ゼロだな。よーし、オッケー。体力は回復できませんけど、しっかりと彼女がまずできましたと。彼女ができることが大事だね。強っ。え、これすげえ強いな、やっぱ。筋力、いやーどうしよっかな。さすがにこれいっとくか、それとも飛ばしちゃう、デートとかして。あ、でも進めたいっすね。ちょっとエピック拾いに行きたいな、サクッと。遠いや、まだ。多分これで金属が出るはずなので、一つもうすでにね。これをちょっと早めに追っかけていきたいですね。お、メンタルで出てるな。これはサガラでいいでしょう。で、結構人がいるようないないようなか。じゃあいいや、これで。よしよし。で、評価優先で、上で気になる様子で順位を上げます。で、エピック。クネちゃんでいいですね。うまい感じで上げられているかなと思います。あとは技術がミート実スタートみたいなんで、ここは気をつけていきたいですね。結構技術食うな。守備もか。守備も上げないといけないと。逆に筋力は割とあるので、まあほんとそこは心配する必要ないかなと。補給が31なのがもったいないですね。精神ポイントいらないんでね、このデッキ多分。で、クネでいいんだけど。オッケー。これでまず金徳を生み出しましょう。キャーケット、頼む。湖。湖、右上じゃないか？右上ってあれか、切り込み隊長かな。ちょっとわかんないや。まあそうだね、切り込みだね。で、えい、はい、はい、はい。で、全然進めないと。でも、精神でもいいんですけど、クネに守備で、ホムラも上げていきたいと。クネちゃんも十分上がったんじゃないかな。うん、精神の大谷だね。これはいいんじゃないっても。これそんなに悪いやつに見えないよ、僕には。広角、広角、内野安打。うん、ここ体力回復しないですからね。ホムラがちょっと伸ばしてくれますけど。
で、これ見る感じ、やっぱ打撃を伸ばしておきたいかなって感じがします。うん、これホムラいっとくか。ちょっとさっと走塁もね、伸ばせるようにしておきたいですね。あとはサガラちょっと上げていかないと結構厳しいな。来い！中吉！ここまではまあまあ、そんなに悪くは。おっと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 と。ちょっと守備とか上げよう。うん。あれだね。敏捷ポイントないね。が、内野安打取ってないや。強。内野安打だけが怖いな。体当たりムード。おかげさまで取れませんね。あとはいいかな。これ、出るでしょ、多分。出ないかな、生物。ちょっと怪しいな。代打。気分ギャは嫌なんだよな。取るまで待っときたいんですよね。逆境とかも取れないや。これ被るな、嫌なやつが多分。しゃあない。気分ギャ気打ち。おお、出たね。うん、いいですね。悪くない、悪くない。ただ、馬が出てほしいな、やっぱ。これは、サガラでいいでしょう。うん、もう、これはさすがにしゃあないね。まだ、ゲッツーとか残ってる。ははははは。ピンポイントで来るな。しっかりと安いコツは取っておきましょうというやつですね。まあほんと天才覚醒もこう待ったりする必要もあるので、なかなかね、これどうしようかな。メンタル5人もいるんだけど、人数集めた方が有意義だよね、多分ね。でデート今とこゼロかな。これ二人いけそうですね。二人というか二ついけそうですね、金徳。ちょっと守備パッて上げちゃったので、安骨を何個もつかまされたところはあんまり良くない点ではあるんですけど、他はうまくいってますね。OK、ちょうど。よーしよ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 し。もう安骨ないよ。もうあと高いよ。一元さんお断りだよ。高いよ。ゲッツー、ムード、逆境行きましょう。多分これ精神ポイント凄まじい行くと思うんで、逆境とか競争心、この辺は行っていいんじゃないかなって思います。なんか特攻作ってる時に大体雰囲気は分かったつもりなので、まあ、こういう立ち回りでいいと思います。いやー意外性いらんわ。OK。クネちゃんはめっちゃいい感じで進んでる。サガラだね、あとは。オッケー、いいんじゃないですか。気使って、女子の評価を上げてる割には、経験点も、まあ、コツ状況も、そこそこ進んできたかな。まあ、なんか、人からもらったコツはないですけどね、ほぼ。接戦と何もらったんだっけ。意外性か。鶏肉。うわ、強っ。頭おかしいやつ入った。意外性置いとこうか。これは攻めですね。さすがに。8%。いけるでしょ。よーし、強っ。筋力でもよかったな。阿部ひ。うわ、意外性。ピンポイントで来るなぁ、こつけ。やり、そうっすね、コツの集まり方があんま良くないっすね、やっぱ。それ以外はまあまあうまくいってるかなって思います。
え、今あれだよね。今、なんか終わったよね。じゃあ、打撃いきましょうか。で、エピック拾いたいなと。筋力、いいんじゃないですか。でもこれ待ったらピカるな。待とうか。待ったらピカりますね。クネの方に行きましょう。サガラの方は、まあ、確定でいろいろくれるのと、2回目、おー、やめて。おー、よかった。はい、不調。オッケー。ピカー。シャッフルされていく。シャッフルされるのかい。あ、でも、エビック出てるね。あー、ここ踏みたいけどね。さすがに、片道行くか。もういいや、直取りしよう。うわー、サイガー。何のために入れてるんだ、サイガー。ちょっとそろそろデート始めないとやばいレベルだね。OK。コツがねえな、コツが。読んだと通り過ぎちゃうんだよね。ここはデートかましていきましょう。多分エピックも、ああ、ゼロなんだ。これ、まあ、一旦我慢するか。うん、ちょっと一旦もったいないですね。しゃあない。クネちゃんは結構上がってるんで大丈夫でしょう。大丈夫と信じたいというか。こっちか。よし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 、いいよ。ダブルタック入ってますね。強い。気迫ヘッド、頼む。気迫。山、入った。そして、ラブパワーになっていく。オッケー。素晴らしい。素晴らしきかな。筋力入れてもいいけどね。ここはもう打撃で回していきます。やっぱがっつりエンタクルス回してなんぼだと思うので、まあ、あとは普通に。うん、結構伸びてるね、基礎値。で、思ったより精神集まってないっていう、こう、いい状況になっているような気がするので、まあ、回っているでしょう。どうなんだろう、これ。あんまし精神集まってねえな。タックが強すぎたかな、それとも。うん、精神いっていいでしょう、これ。で、内野安打、守備職人かと。OK。逆境も意外性も取ってるわ。上でいいでしょう。そういえば、ホムラ一回も見てないな。ゲー、評価下がりやがった。これは、コツはもらえるけど、やっぱ下がらの評価かな。っていう感じはしますね、正直。あと2ターンなんで待ってもられないな。って考えるのか、もうデートにするのかっていう感じですよね。エピック出たらめっちゃ助かるけどね。出なかった時が、なんとも言えないな。いや、行っちゃえ。出るやろ。生物うまっ。うわぁ、エンタクルスの秘密。お、待ち。
街って回復だっけか。ちょっとホムちゃん来ねえな、マジで。あー、街回復か。やっぱこっち先出ちゃったからな。しゃあねえな。打撃かな、一人だけど。か、これもほっぽっといてデートするかって感じですね。ラブパワーしてるから回したいよね、できたら。万里男。打撃レベルが5になりましたね。これはまあほんといいことだね。阿部比。バント行っていいかな。万里男置いときたいっすね。さよなら男行くか。結構技術はいい感じですね。で、デートが死ぬほど残ってるんですよね。いやー。満塁。怪我。オッケー。怪我はありがたい。サイが2回踏んでコツゼロきついな。で、入魂。守備もう行くでしょ、これ。うん。まあ、このデッキかな、やっぱ。普通に強いっすね。勝ちたかった。オッケー。うん、まあまあでしょう、経験点的にも。オッケー。あとはうまくこの宝石系ですねを使いながら進めれば悪くはないと思います。デートにしよう。あとは評価ですね。多分彼女たち1、2回くらいは踏んで一緒に帰んないとかなり厳しい状況だと思います。うわー、いいっすね。そういうの待ってますわ。粘り打ちか。ちょっと頼むから、ホムラマジでバイトしよう。ニートになってるよ、今、完全に。うん、オッケーオッケー。で、オッケーオッケー。帰ることが本当に最も大事。来ねえ。ホムラ来ねえ。ホムラゼロじゃない？オッケー、彼女の評価もアップと。ちょっとホムラまだすか。ホムラコツも入るし4人か。これは行くべきだな。もう満塁男はしゃんないっすね。ホブかー。ホブ。もうそろそろデートしないと無理かな、これ。6回。なので、もう結構詰まってますね。結構もう選んでいく感じですね。あとは空手とある方のクネ。ここはまあ気をつけてやりたいと。ただ基本的に7月にデートブッパーがいいかなと思うので、まあ、ここで止めとく感じかな。おー、マジけ。ホムラ完走せんぞ、これ。
うん、これは才賀でいいでしょう。才賀頼むよ。ちょ待って、なんかもらったっけ。ラッキーボーイとさっきもらったっけ、なんかコブだ、コブ。才賀頼む。おお、ハイボールヒットいいっすね。才賀頼む、才賀頼む。パワヒがいいかな。うわ、才賀がほんと裏切るんだけど。お、1回目。ちょっとコツコね、マジで。おお、強い。これは行くべきですね。で、デートが5回なので、まだあと1回くらいはチャンスがあるはずです。ハイボール行くか。あ、規模いいや。あれ、ハイボールヒッター。え、ちょ、才賀マジで頼む。何とかして。これひどいよ、だいぶ。ローボールヒッター。勘弁してくれ。完走した。才賀がこんなにコツくんないって久しぶりっすね。まずい。ホームラン。うん、ここはデートっすね。サガラに行きます。あ、基本的にあれですね、デートは井戸端起きるまではあんまし乾燥したくない。オッケー、これでいいはずだね。で、行くところはほぼないので、もうこれは普通にデートしてっていう感じでいいと思います。強っ。割と精神ポイントないね。技術がすごいわ。クネ行こう。パワヒこれでくれ。ズバッ。おっしゃ、成功したでしょこれ。よーし、1でいいよ、1で。うん、これ強いけどね。どうしよう、彼女評価優先かな。クネ多分踏んだら来るもんね。ちょっとデートを先に完走させます。ただちょっと恐ろしいデートが、サハラと違って確定じゃないので、空デートしてくるので、まあ、ほんと恐ろしいですね。ただもうこれでかなり計算できる感じにはなったので、かなり、よーし。パワヒ取っちゃっていいかな、これ。結構余るよね、これ。どう考えたって。で、あ、いい感じ、いい感じ。強くない？これ。これまだいいか。うん、そうですね。思ったよりやっぱり、あれかな、メンタルかな。あとはホムラ。ホムラ、乾燥して。うん、お守りなしでも、まあ、うまくやれば、結構いけますよね。ただ、50% ぐらいかな。結構外す要素になり得る。ので、まあ難しいので結構、テクニカルになるし、こう動きに制限が加わるので、あんまりおすすめはしないっすね、正直。ただやっぱここの高校は、サガラ、そして、クネちゃん、この二股かなと、思います。多分、これに覚醒祭がサガラ、まあ、大谷の枠はもしかしたら変えれるかなと思ってます。7位とかの方が、割とハマったりするのかななんて思ったりはしてます。で、ホムラ。あとはモードとかかな、変える要素があるとすれば。よし、偉い。いったー。これ期待できるね、割と。大谷。走塁かー。これどうするよ。こんなんで行くのっていうやつですね。結構走塁来ると、走塁と、いやー、ちょっとお寒いことになるんだよな。レーザービーム走塁だと。レーザービー走塁はお寒い感じになるんだよな。サガラにします。まあ、彼女のこともあるので、やっぱ彼女とタッグが重なるとかの方が、
今は嬉しいかなと思います。彼女大谷主張してきますね、なかなか。うん、下がら行こう。精神足らんな、技術めっちゃ過剰してるね。打球伸び取りやすいわ、おかげで。うん、打球伸び絶対取っていいね、これ。バントとかもいけますね、多分。ほんと、技術がお寒い。技術じゃねえや。うん、割と強いんじゃないもう。精神がお寒いね、ほんとに。精神お寒いね。511、どうするこれ。どうするこれ。0対0で迎える2回です。バッターは石垣。投げた。打ちました、痛烈。いったー。うん、まあ、ホムラモードでいいのかな。リードで迎える3回です。どうせこのデッキだと打撃を上げることが多くなると思うので、まあホムラでいいんじゃないかなっていう感じは僕の中ではしてます。まあ、招き猫なしで完走できるっていうすごい強い利点がやっぱホムラにはありますね。そこなんだよな、難しい。で、あと下がら1回、クネちゃんは多分2回くらい踏めばいけるかなっていうイメージです。サガラ足りてないよね、多分。いやー、重なってないか。うん、そうだね。頼む。オッケー、ナイス、8。クネが怪しいね、クネが。うわー、これ打撃にいってほしい。どっちか。うわー、いいねー。いいねー。これどうすかな。いやー、クネも2回踏めば行くんだよな、これ。これでも、チャンス、でかいですからね。これ間違いなく。でもなんか、綺麗に仕上げるから、今回は。ちょっと下がらに行きます。で、クネちゃんチャンスを待ちましょう。満塁とか言っていいね。関係ないっしょ、満塁とかもらっても。で、まあ、そこそこ伸びてますね。技術の過剰がすごそう。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面、石垣。打った強い当たり、入れば先制だ。あれ、割と伸びだなって。石垣、ツーベース。円卓、リードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で石垣ボール、まずアウトコース低め、投球これから2球目、打ったこれは強烈、打球はレフト線、円卓追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面、これはやっぱ馬が来なかったこととか、あと何でしょうね、やっぱ馬かな。セクイチで馬が来るとマジ変わるんだけど、あとは守衛骨か。佐伯の方はほぼ完璧だったんですけどね。ちょっとまあ、災害がひどすぎた、かなーという感じの印象です。うん、ちょっと災害ひどすぎたね。くね。うわ、いねー。終わった。どうしよっかなー。なんかもらえるんだったら、やってくか。うん、いいですね。ピンズドで欲しい方。うん、困っちゃったな。せっかく頑張ってあげてたんだけど。お守りないと、まあ、こういうことになることも、しばしばって感じですね。結構うまくやってた方だと思いますけど。半減かな、多分。2回の裏、円卓攻撃に入ります。この回の先頭バッターは、石垣、投げました。打ちました、痛烈、入れません。見送った。円卓リードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面、打ちました。打撃いっとくよかったな、じゃあさっきってなりますね。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で石垣、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファール、
第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー、入った入った。8回の裏俺が踏んだらワンチャンスいけるかな。どうだろう。石垣今日6打点を挙げ、すごく微妙な感じの評価かな。まあ、とにもかくにも練習に来ないと話にはならないですね。甲子園嫌いなのかな。前もなんか甲子園であと1回っていう時に全然いねえなみたいな感じでした。ははは、嫌いすぎ甲子園。甲子園嫌いすぎか。チャンスすら来なかったわ。で困ったなこれ。もうこれ結構余りますね、やっぱ。竹取り取っていいっすね。結構な具合で余る。お待たせいたしました。円卓、リードで迎える1回です。ワンアウトランナー1塁という場面。打ちました、痛烈！うん、なんとか2人、まあ1人でも2つ金属は取れるかなとは思います。頑張れば。いろんな制約があったとしても。ただまあ、ちょっと。どうだろうね。3つ取れないとやっぱダメなのかな。円卓リードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で石が打った。これはいい当たりだ。よっしゃよっしゃ。円卓リードで迎える7回です。今日3打席連続のホームランを放っている石が危ない球。第2球投げました。会心の当たり。スリーアウトチェンジ。エンタク。はい、終わりました。サグラはおそらくマックス行きましたけど、クネちゃんは半減かなって思います。うん、やっぱなんかこのデッキがいいような気がしますね。僕はモードが自前でいねえからな。39だからな。いやー、ここは欲しかったわ。これもしかして技術溢れる系？あれ？大谷？大谷足りないっていう。意外なところが。はい。まあまあ、経験点は出てますね。大谷足りませんでしたね。意外なところに落とし穴でしたね。そうか、大谷君足りませんでしたかなと。ちょっと精神不安かな、やっぱ。もうないや、精神。頑張って35ぐらいか。左左286。どうしようもねえな。キャマルはちょっと無理かな。まあこんなところですかね。うん、はい。ちょっとクネちゃんの半減が痛かったかなというところですね。うん、まあまあ言ってますね。なんで、まあ、本当にこう噛み合えば、このデッキはかなりいくかなと。僕の中では手応えがあります。そうですね。何がどういけばっていうのは、まあちょっと精神足んなかったよな。まあ小粒精神かな。で、あとは馬が来るかどうか。っていう感じになってくると思います。僕はこのデッキがいいかなって思っていて、まあたまに遊ぶときはこれをやっていて、あとはランスロットが絡めるんであれば絡んだ方がいいし、そうでないんであれば、まあ筋力、技術、そして精神のバランスはこれが最もいいんじゃないかなと思いますね。で、あとは二股は割ときつかったりするので、まあここ変えられる要素があればいいなと
思ってはいますね、日頃から。で、変えられる要素があるとすれば、やっぱカジバか、切磋琢磨、まあカジバだね。カジバのバカ力を持っているキャラクターが、まあ主になるのかなと。やっぱサガラ入れて、そう、補給、精神の逃げ道ですか。を作った上でのこういう構成なので、まあ、まあ、二股がなかなかね、いや、やっていきたいところではありますけど、難しいなと思ってます。ぜひぜひ皆様の円卓デッキも教えていただければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたします。